お父さん死ぬんだって。女の人作って出てた人でしょ。うちらには関係ない。父を取るには、家族の物語です。14年前に離婚していなくなってしまったお父さんが、亡くなるよという知らせを受けて、14年間会ってない2人の娘がこのお父さんに会いに行って、そしてお父さんの写真を撮りに行くという話です。この映画はその人の死というものを扱っているんですけど、死と生っていうのは真逆ではなくて、僕はもう隣り合わせだと思ってて、生を描くには死を描かなきゃいけない。だからこの映画は実は設定はいろんな死を描いてるけども、残された人がどう生きるかとか、生生きるということについて描いた映画です。だから見終わった後に、何かその前向きに生きる力とか、家族って何だろうって考えてもらえれば、台湾の人にも楽しんでもらえるかなと思っています。映画自体は実は、11日間という短い期間で撮りました。その分やっぱり制限がとてもあって、短い時間で勝負しなきゃいけないってことが多々ありました。そこがやっぱり一番苦しかったし、辛いとこではありましたけど、その辺はスタッフワークといいキャスト、スタッフに恵まれて、なんとか乗り切れたなと思っています。いえ、実はもともと本当に世界の人に伝わる映画を撮りたいって思ってましたけど、ここまでその世界の人に見てもらって反響をもらえるとは実は全然思ってませんでした。初めて台湾に来たので、気候がどんなのかも全然わからなくて、こんなにこうあったかい国だというのは知らなかったのと、あと本当なんか人が親切というか、ホスピタリティーを見るというか、なんかとても日本と雰囲気が似てるなっていう感じがあって、だからなんかずっとこう安心してなんか過ごしてる感じがあります。だけほー。台湾の皆様、監督をしました中野亮太です。12月6日から台湾で劇場公開になりますので、ぜひ皆さんに見てもらえればと思っています。とても人間の愛らしさみたいのを描いた映画です。笑えるし、ちょっとジーンとくるし、家族っていいなって思ってもらえれば嬉しいです。日本と台湾は僕はそんなに変わらない、人が変わらないって思ってますし、皆さん、台湾の皆さんも楽しんでもらえる映画だと思ってます。12月6日台湾で公開になります。ぜひ家族で見てもらえれば嬉しいです。バイバーイ。